どうも、あかつきです。今回はですね、デュアーズの人気限定シリーズユニークカスクシリーズから第5弾のフレンチスムースが発売が決定したというニュースがね、今日入ってきましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。このデュアーズのユニークカスクシリーズはですね、デュアーズの中でもかなり面白いタイプの限定シリーズになっていまして、まあ、他のお酒の空き樽にデュアーズの原酒を再熟成をしてフィニッシュをさせて、その樽の個性をね、引き出したボトルが発売されてきてまして、まあ今まで4本発売されてきてるんですけど、まあそれぞれね、買い集めてるっていう方もものすごく多いと思いますし、私も実際4本ね、それぞれ今まで飲み比べてきてるので、今回のね、第5弾のフレンチスムース、めちゃくちゃ発売されるの楽しみにしてました。第1弾で発売されたのがこちらのデュアーズのカリビアンスムース。こちらもね、ものすごく美味しいウイスキーなんですけど、ラム酒の空き樽でね、再熟成をかけたデュアーズということですね。そして第2弾として発売されたのがイリーガルスムースという、メスカルというお酒の樽で再熟成をさせた、デュアーズ。そして第3弾がこちらのポルトガルスムースで、ポートワイン樽の樽で再熟成をさせていて、そして第4弾として去年発売されてかなり注目も集めたデュアーズのジャパニーズスムース、こちらは水なら樽で熟成させたデュアーズということで、まあ、本当にいろんな樽の個性を気軽に楽しめる、価格帯的にも2000円から2500円ぐらいでね、買える金額なので、まあ、そういった意味でもすごくお値段的にもね、かなり優しい、嬉しいウイスキーだと思います。そして今回発売が決定した第5弾のフレンチスムースはですね、まあ、8年以上熟成させたモルトウイスキーとグレーンウイスキーを、フランスのカルバドスというね、リンゴを原料としたアップルブランデーの空き樽に、再度熟成をして仕上げたということで、アップルとシナモンのような甘い香りが特徴っていうふうに、まあ、公式でも書かれているんですけど、結構ね、ハイボールとかにしたらめちゃくちゃ美味しいんじゃないかなと思っているので、これはね、すごく期待したいですよね。そして発売日が今年2024年の5月14日から全国で数量限定発売ということで、まあ、今までこのデュアーズのユニークカスクシリーズ集めていたっていう方はね、必ず欲しいなと思っている方も多いと思いますし、結構このリンゴのアップルブランデー、カルバドスの樽で熟成したウイスキーってまだそんなにね、一般的にすごくたくさん使われているっていうわけではないので、まあ、それを楽しめるっていうのもね、すごく面白いなと思いますし、私もね、発売したら絶対買って飲みたいなと思っております。そして気になる販売価格はですね、今日の札幌ビールさんの発表ではオープン価格というふうになっているので、まあ、正確にこう希望小売価格設定されているわけではないんですけど、まあ、今までのこのユニークカスクシリーズがだいたい2200円から、まあ、高くても2500円ぐらいで販売されているウイスキーなので、だいたいそれに近い価格になるんじゃないかなというふうに予想しています。まあ、ただデュアーズ自体がね、今年若干値上げも発表していますから、若干上がるかもしれないですけど、まあ、それでもこのカルバドスのね、熟成のウイスキーを、まあ、気軽な価格で飲めることにはおそらく間違いはないので、本当にこう早くね、発売されてほしいなって思っていますし、発売されたらこのチャンネルでもね、飲み比べ、レビュー動画もね、作っていこうと思いますので、早く5月14日になることを待ちながら、期待したいと思います。はい、というわけで今回はちょっと短い動画にはなりましたが、ウイスキーファンの方もかなり注目しているデュアーズユニークカスクシリーズのフレンチスムース8年の発売情報でございました。結構ね、このカスクシリーズ好きな方多いとは思いますが、知らなかった方とかね、発売情報を知りたかったっていう方の、参考になっていれば嬉しいです。なるべくこういった注目のウイスキーの発売情報などはね、早めにアップできるようにもしたいと思いますので、そういった情報もね、欲しいなっていう方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。